大晦日の大輔です。大晦日ということで、年越しそばなんですけども、どん兵衛です。もうすぐあと2分ぐらいですかね。あとですね、実家から送られてきました数の子です。素晴らしい。もう味付けがしてあるのを送ってもらいました。これ毎年ですね、母親が味付けして送ってくれるんですけどもね、送ってくれというか、まあ私がこれだけはどうしても正月お願いしますっつって、ほんと毎年ですよ、送ってくれます。わがまま聞いてもらってますね。これに鰹節をつけて食べたいと思いますけども、全部かけました。恒例の貯金もしましょう。これから年末ということで、もうすぐ年が変わりますけれどもね、そんな時に私の動画を見てくださる方はどれだけいるのか楽しみですけども、年末は結局紅白見ないと思ったんですけど、紅白ちょっと見ようと思います。基本的に日本テレビのガキの使いを見まして、で、あとですね、フジテレビのライジンっていう格闘技イベントがあるんですけど、ここにもちょっと気になるカード、対戦のがありましてね、朝倉海選手と堀口選手っていうのをちょっと見たいんですよね。二人とも YouTube やってるんですよ。で、特に朝倉海選手はもう、はい、ちょっと3分経ちましたんでね、食べたいと思いますね。これ入れましょう。ちょっとこれ柔らかくして、どん兵衛そばです。ちょっと柔らかくしておきましょうね。じゃあ、カツノコいただきます。おお、うまそう。歯ごたえ最高で、味付けちょっと薄口で、もうちょうどいいんですよ。昔はこういうのが好きだったんですけどね、もう年を取るにつれ、こういうものはもう、薄味がいいんですよ。いや、美味しいっすね。ありがとうございます。今のありがとうございますは、母親に向けてなんですけども。父親もですね、いろいろ送ってくれまして、どこ行ったか忘れましたけど、スルメとか年末食べたいと思います。この間の配信、ちょっと長丁場になっちゃいましてね、途中で寝落ちした人がほとんどだったみたいなんですけど、はい。途中で寝落ちされた方、最後まで見てくださった方、まあ、後日ちょっと見ていただいた方、いろいろおられると思うんですが、ありがとうございました。来年も頑張りますんで、よろしくお願いします。良いお年を。Thank you.